育つ状態、そのプロセスにおいて、まあ、環境、両親とか、兄弟とか、環境人それぞれあるんですけども、そこで、愛情の受け方って書くかってあると思うんですけど、そこが最初のひな形じゃないですか。で、はいはい、その父親との関係です。父親とか、まあ、家族の関係、はい。コピーしていて、タイプ1って私の父親そんな感じだったし、うちの母タイプ2だなって感じで、二人のやり方をコピーしてるんですよ、すごく。あー、なるほど。で、だから、その自分の知ってるひな形じゃないやり方を知らないだけであって、そうじゃないからといって、悲しがったりとか、私の愛を受け取ってもらえてないとかいうのに否定しなくていいな。結局悩みが自分で作り出してるってことですよね。父親、まあ、両親のやり方をコピーして、それを出していた。それを別に否定をしないということですね。そうです。そういうやり方の人々なのだ。で、それしか、それをしてきた自分も否定しませんよと。そう。で、そのやり方を、そうですね。そういうやり方の自分なんだなって。で、まあ、適切に変えたらいいです。変えられるものなんですかね、そういうのって。方質は変わらなくても、方法とかは工夫ができるんじゃないかなと思ってる。ああ、そう、まあ、それはそうですよね。多分、1、2年前の自分なら、すごく近しい人に対してはすごく押し付けていた部分があったけども、多分、今なら、ストップできるなって思うし。なるほど。で、あと、なんか、自分が得たいものは何なのか、みたいなことが書いてあるんですけど、それはなんかその自分を。これタイプ1に関することになると思うんですけど、はい、批判したくなる部分があるっていう話で、タイプ1にあるあるの、こう完全を求めているように足りない部分を批判したくなるというのがあって、例えば SNS ですごい正論を使って批判したくなるときもあるんですけども、それに気がついて、何しようとしてるのかなって問いかけられるように。あ、きっとこれは自分のそういう欠けてるものを埋めたくなるとか、完全にあろうとするとこが反応してるんだって気がつく。決して相手がダメなんじゃない。はい、はい。っていうことか。で、誰がどう見てもダメな批判しかないような事件、出来事があって、みんなそういう書き込みしますけど、で、餌ですよね。自分の中の欲求を満たす餌なわけ。自分の正しさを証明したい。いっぱいいますけどね、今。うん。そういう人って。だから、決してそのネタが悪いとかいう問題ではない。っていうのを、すごく感じるようになってから、私の大きな収穫としては、SNS で批判性の書く頻度がなくなったと、ゼロになったかっていうか、すごくなくなったな。聞かしたりたいですね。そこはあれですよ。バウンダリー。あ、また、僕の問題ですね、今。その通りだ。世間はやるべきだって思ったんですけど、うんうん、これです、ね、これが人は人ですよね。ごめんなさい。なんかそのバウンダリーの人は人、自分は自分って境界が冷たいんじゃなく、良い意味で守られていると、そうですね、平和な関係ができるし、自分も平和かなと思うんですよね。で、もう一個言い聞かせているのが、例えば自分がざわつくことがあったり、自分の思った愛情表現を受け取られないなとか、分かってもらえないなと思ったとき、そんなことで自分を守らなくても大丈夫、安心安全だみたいなことを言い聞かせてるんです。そうなんですよね、結局。うん、いや、なんか。言い聞かせ結構大事で、独り言でもいいし、心の中でつぶやいてもいいけど、じゃあ、自分は大丈夫、安心安全だと言い聞かせる。なんか、ね、社会の出来事で、まあ、正論言いたくなるとき、まあ、自分にとっての正論言いたくなるときってあって、それを挙げたときに、違う自分が望まない方向に行っているっていうので、またイライラしてるのって勝手に作ってることですよね。それ言っても言わなくても別にいいです。言っても言わなくてもっていう、なんか、まあ、人の考えは変えられないです。そうですよねって今つくづく今話を聞きながら、ホリエモンの餃子事件とかそうですもんね。まあ、それもその今自分はその道のりの最中にすごくバウンダリーがしっかり引けてるかって、まだ途中だなっていうのもありますし、時間をかけてでもいいから、平和に健全に行きたいなと思って、この訓練してる最中ですね。否定せずに。逆に僕あれですもんね。大丈夫大丈夫って普段から思いすぎてる部分がある。ああ、いや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 、でも勝手に腹立てて、勝手に悩みを作って、勝手にその自分の時間を、
使ってそういうのをやってるっていうのは、うんうん、なんかいかに無駄なんだろうっていう、うん、でまあでも逆に僕はだからこう大丈夫大丈夫って思いすぎて大丈夫じゃないことまで大丈夫って思ってる節がある。あ、まあ、人それぞれからまあバランスは重要なんだろうなとは思いますけど、ね、あと前に人の部屋のお片付けの写真を送りいただいたんですけど、あれってどのようなことなんでしょうか。まあ仲良くしている趣味友達がいて、まあ、男性なんですけど、まあ、長い付き合いでそのどうも最近運が悪いって話になって、話を聞いてると、あ、絶対部屋汚いやろって言って、そうなんだよね、部屋ぐちゃぐちゃなんだよね、やっぱ運が悪い人大体部屋汚いって言って でも性格を聞いてると話を聞いてると、時間自分で片付けられない人だなって思ってたから、私は手伝いに行ってあげるって、大掃除を手伝いましたね。3日間、うん、長い。それは別に、はい、たった一部屋なのに3日かかるぐらい物が多いんです。あー、なるほど。で、私勝手に捨てられないから聞くじゃないですか、これどうするどうする、その作業も時間かかるし、はい、まず分類する、まず重要書類、趣味のもの、仕事のもの、まず分類、時間とか、次にそれぞれどうするのって聞く。で、文房具も多かったから半分にしてくださいって言って、でさせるとか。それも結局タイプ1の正しさを押し付けたいっていうか、こうあってほしいっていう方にためたいっていう欲望が満たされたんですよ。その辺はありそうですよね。僕の知り合いのタイプ1の人も、机が汚いやつは仕事ができないとか言って、はいはいはい、言ってましたからね。でもね、人によるんですよ。机汚い人が100人いたら3人ぐらいは賢いって言う。97はちょっとやばい。前エニアグラムお片付け師の方にも出ていただいて、うんうん、お話を聞いてると、やっぱり、うん、その部屋の整理をすると、うん、みたいなことをおっしゃっていて、うん、ちょっとその時にその写真をもらったものですから、うんうん、それなんか丸さんが自分からそのやってあげるみたいな感じで行かれたんですか。そうです。で、向こうが嫌がったらもちろん行きませんよ。でも話をずっとしていて、なんとか従ってたんですよ。向こうも部屋をなんとかしないと。で、私やりたいから手伝いに行って、まあ、3日に分けて3回に分けてやったら、もう風通りも良くなってめっちゃ気持ちいいって喜んでて、そのされた方もなんて言うんでしょう、悩みが解決されるというか、悩みっていうか、まあ、仕事、物を探すのに時間かかるじゃない、部屋を見るの。あ、無駄な時間。なんかよく言いますよね。減るし、うん、あと、環境を整えたら人も整うの。この仕事をする作業効率が片付けると上がる。はい。はい、物を探す時間って結構ありますもんね。うん、確かに。たまになんか大学関係者で、すんげえ賢いけど、もう書類の山とかぶっちゃぶちゃいますけど、まあその例外的、賢いけどなんかぶちゃぶちゃって例外的で、基本的に整理整頓できてないと、仕事上ちょっと困ると思うんです。僕も片付けが苦手なタイプなので、はい、よくこう、クリエイティブな人は片付けが苦手みたいなのを見ると、あ、クリエイティブなんだ俺は。逃げてる。大丈夫、俺はこれで大丈夫って思いやつが。なんか結構ひどい性格とか、自分が死んだら誰が片付けると思ってんのって言って、人に迷惑かけたらあかんって言って、こう説得して片付けと捨てるか、もうゴミ袋十数個袋なの。僕でもそんなに散らからないですから、ね。はい。まるさんも部屋は綺麗。うん、あ、だから綺麗が少なくしてる。あ、僕も少ない。はいはい。自分の家に行くと自分のものはもうここしかないから。はい、散らかってもこの辺だから大したことない。こちら多少散らかる時もあるんですけど、うん、まあ5分で片付く、まあ、コツはその辺ですよ、ね、うん、いかに減らすか、物を減らすか、物を置かないで、なんか旅行行っても男性より荷物少ないぐらいです。それはすごい。これもいるよな、これもいるよなって。僕どちらかっていうと手ぶらで行きたいぐらいですからね。なるほど、それはないな、なんかお金も足りないしと思っちゃうんだよ。足りなきゃ買えばいい。一回旅行とか、まあ、出張行ったら、思ったより使わなかったなってもの出てくる。はいはいはい。そういうの学習しといて、次持ってかないんです。最低限足りるっていう、そういうスキルが身につくってくるんで。僕はなんか、起こるトラブルを楽しみにしてるところが、ちょっと。なんかそれは。最近はもう、その辺の境界線を
超えてしまいそうになる自分っていうのはあまり出てこないんですか？気持ちはあるけども止められてるかなと、完全に止めれてるかわかんないんですけど、前よりはだいぶ行動として止める。一瞬打って発動するんですけど、行動として止めるっていうのができてる、ちょっとある気がしますね。それなんかSNS、Twitter、Facebook、Instagram、いろいろありますけど、そういうのを見るとやっぱり、なんか発動しそうになるんですね、私。僕はそういう気持ち。なんか、仕事的な感覚が強い、SNS。ああ、なるほど。なんて言うんですか、なんか。発信しなきゃいけない。いいねしてもらってからいいねするんだろうなとか、なんかそういう気持ちで出てくるじゃん。それはありますよ。でもそれも仕事的な感覚。だからもうポチ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 読まずにいいねしてるみたいな。それ言っていいんですか？なるほど。なんかその辺がね、なんか難しいんですよ、僕も。なんか、まあ、気持ちは出てきますよ、多分。発動しそうになる。でそこで抑えるって話で。最近大きな発見としては、その家族ですね、母親とか。の困りごととか聞いたときに、結構自分発動しそうになるんですけど、枠を超えて解決。でも、今回結構、境界線が引けてるのかもって気づいたんですよ。ちゃんと、お母親とかの困りごとを聞いても、必要以上に踏み込まないで、イライラも一瞬で止まった。15分ぐらいで終わった。っていうのが、大きな発見とか進歩を感じたんです。多分6年の私ならずっとイライラしてると思うし、解決しないと気が済まないみたいな、出力が減ったみたいなのがあったな。なるほど、やっぱ意識向けると、そういうなんかメカニズムが自分で見えてくると解決できるというか、まあ、置いとくなのか置いとく、まあ、その人が解決する問題はその人が解決すべきってことですよね。そうですね、っていう感覚なんですかね。そうなんです。そう、アドラー的に、その人の問題はその人の問題。まあ、母親のその困りごともちょっと私が関わっている部分もあったけれども、どうしようもなかったので、なんで私がちょっと表に出ましょうかみたいなこともあったんですけど、ないほどしゃしゃり出ないというか、その止められたなっていう発見、進歩を感じる。で、タイプ1の完全に、周りの状況完全にしたい。つまりみんな困らない状態にしたいって感じで、完全に解決しなきゃみたいなのがあるんですけど、それの悪いところって変ですけどね、がちょっと収まってるんだって発見があって、去年からエニアグラムを体験して、デイバイデイって言うんですけど、平和になりつつあるって言うんですよ、自分の世界がっていう。バウンダリー的な意味もあって、境界線を越えないっていうのを、だいぶ進歩したんじゃないかなって、発見が、できつつあるのではって思って。私もこのマルさんに、バウンダリーっていう言葉を聞いて、これを読んでから、よく使いますよね。もうバウンダリーを連発してます、人の話に対して。いいでしょ。それはバウンダリーですよ。それも私も友達に指摘されたから、ハッとしたのがあって、それバウンダリー超えすぎでしょって言って、えって思って、何それって調べて、あーってなったから、助けられた。あー、ほんとあーなんですよ。ここまでは自分がやる問題。そうなんですよね。アドラーの心理学と一緒で、課題の分離です。そう、それは知ってたんですけど、バウンダリーとは書いてなかった。同じことですね。課題の同じこと、そうなんですね。同じことですね。親子問題が一番バウンダリーが崩れやすいんですけど、どうしても親が子供の面倒を見て、子供が帰ってしなきゃいけないことも手出しをするってよくあるでしょうね。ありますね。もうそれをぐっとこらえないといけない。なんか逆にね、今度、今我々ぐらいの年になると、親がまあ子供みたいになっていくわけじゃないですか。そうするとなんか確かにやってあげたいよ、やってあげた方が早いって出てくるよなと思って。優しいですね。でもそれはやっぱこらえるのか、そう、まあそりゃそうだよなって。僕そういう話を聞くと自分は冷たい人間なんじゃないかと思います。まあまあそうですよね。あんまりこう、親父になんかやったりよとか思わない。子供になんかやったりようとかも思わない。そう、冷たい感じも冷たいって見る人は見るかもしれないですよね。ね、なんかやってあげようと思わないのは冷たいことですか、ね。なんかいや、そういう話を聞くと、そう突き放して優しいなって思う。そう。っていう価値観もあるじゃないですか。一方で、なんか間違った価値観なのかどうかもちょっとわかんないですけど。でもその誕生日とかは何かやってますよね、誕生日とかはやってあげないとかわいそうなオーラを出してればやる。
ああ。そうなんなんか、まあやりますよね。誕生日とかはそうなんですよね。うん。あんまり。やらない。あ、まあ、周りがやってるから、のっかりはするんですけど。うんうん。やそう、なんかやってあげないといけないのかなって思ってるからやってあげてる。まるさん、気持ち的には、まあ、私はその相手が喜ぶかなと思って母の日とか誕生日とかをやりますけど、うん、自分がやりたいからであってかわいそうだからってことはないし、で自分もされて嬉しいから、ちょっと僕も、うん、どっちかって今その話でも体調に近くて、うん、僕別に嬉しくないからやらなくてもいいでしょって思ってるんですよ、うんうん、なんか、うん、その辺なんか、でも嬉しいじゃないですか、子供、あ、子供喜ぶ顔が嬉しいはあります、うん、ただ父の日、母の日、敬老の日とかは、うんうん、意味がわからないです、まあ、儀式でしょ。で、僕も別に子供がやってくれるのは嬉しいんですけど、うん、なんかある程度年取ったらいいでも子供がやってくれたら嬉しいですよね。ああ、そっか。難しいですね。なんかこの辺がね、なんかその、なんて言うんでしょう。うん、その丸さんの優しさ、うんうん、私も嬉しいからやってあげるっていうのが多いと、うん、なんかその、まあ、最近はそうじゃないっておっしゃってますけども、うんうん、その、なんて言うんでしょう。豆腐なメンズの人たち。豆腐なメンズで伝わりますが。豆腐メンタルな人たちが、はい、うん、なんか集まってくるのかな、うん、そんなわけじゃない、だからなん集まってくれるのと、逆にその世話を焼きたいんだとすると、はい、完全に自立した人は世話を焼く必要がないわけじゃないですか、はい、入る隙間がない、はい、って思うからそっち側に目が行くとかですよね、まあ、お互いはあるかもしれないですけど、なんかちょっと困ったっていうか、今思うと、んって思うのが、その自立してた人がいて、その、例えば一緒に映画を見に行く、仕事帰りで映画を見に行くときに、その人は、お腹が空いてると頭に映画が頭が入らないみたいで、前こういう失敗したんだけど、お腹空きすぎて、何言ってか、頭入らなかったんだよ。っていうのを聞いてるから、仕事の後見に行ってご飯食べる前だとか、おにぎりを持って行くとか、そういうこととか、めっちゃ気が利く、うんうん、それってね、一瞬聞くと微笑ましいエピソードに見えて、よくよく考えたら成人男子の自分で自分を世話焼けるご飯ぐらい自分で買える大人、子供じゃないのに自分のお腹の調子を整える自分の責任でも何やってるんだろうって思った。それも1回2回じゃないんですよ、うん、でもその人駅のホームでガツガツおにじゃ駅のホームでガツガツおにぎり食べてさ、どんだけお腹空いとるのと思ったんですけど、あの助かるっていうのはありますよね、多分やってもらう側として。難しいとこですね、うん、なるほど、まあ、バランスが重ねると、うん、なんか焼かれるのは当然になり、なんか私は悩みがしろにされるというか、うん、お母ちゃんみたいになるから、あ、やめようって。やっぱりそれの行動って自分は親切心であっても成人男子か人は大人の男と思われてないのかなみたいなのを無意識に感じるんです。多分僕の感覚的にはその程度によるのかなっていう、なんかたまにこう、たまにというかお腹空いてる、今ちょっと仕事が忙しくてご飯食べる暇もなくてお腹が空いてるみたいな時に持ってきてくれたら、まあありがとう、感謝ですよね、うん、だってそれがこう毎日毎日ちゃんと食べなさいみたいなちゃんとお昼ご飯食べなさいみたいな感じで持ってこられると、もうそれぐらい自分でできるからみたいな。でもそれがない男性もいますよね。それがないっていうと、あの、うん、持ってきてくれてるよね、毎回ありがとうのやつもういるんだろうなと思って、あ、それを頼りにしちゃ う, そう、お昼ご飯をこの人作ってくれてるから、作ってきてくれるからっていう人もいるんだろうなと思って。僕はまあ自分のペースで行きたい人間なんで、まあそれも人いろいろいますよね自分の食べたいものを食べたいみたいな。ここでいちゃいちゃいちゃすいません申し訳ございません。あのさ、ちっちゃい出来事ですけど、そういうちっちゃな行動一つ一つが人をダメにしているなと思ったし、うん、あの成人男子大人扱いをしてない自分っていうのは何様だって結局上から目線だなと思ったから、その意識をフラットにするっていうのもすごく考えますね。頼りたい人だってやっぱり、うん、言っちゃうんだろうなって、そういう、うん、頼れる人に頼りそう、それは次はやめよう、絶対やめようと思って、そういうの世話 焼かないぞ焼かないぞ、かわいいだからあれじゃないですか、
その自分が寄っていく部分もあるんじゃないか。おにぎり作っていただけようかって言われたら、あ、いいって言われるわけじゃないですか。うん、自分が差し出してるんですよ。親切に差し出すことによって、うん、なんかこの評価を無意識に求めてる気がするし、うん、役に立ちたいっていうのはある程度も評価で求め、うん、必要とされたいんだろうなっていうか、自分がいやらしいなと思ってし、いやらしくはないんですけどね、全然、うん、美しい話なんですけど、うん、やっぱバランスですね、なんかこの辺は。とは思いますけどね、うん、でそこに頼ってくる人も、まあ、確かにいるんだろうなと思います、はい、今僕だったらなんか、うん、こういう嫁さんだったら全然、うん、嫁さんって言い方ダメですね。あ、ダメですね。ごめんこういう女性方がパートナーだと、うんうん、あ、全然助かるっていう。助かる。ただ それが確かに毎回続くと、うん、それが当たり前になる。もう当たり前になっちゃいますね、うん、確かに、うん、そういう部分は男にあるような気がします。僕は次の教会に、うん、そういうことが起きる前に気づいて止めるっていうのを絶対しようと。確かに僕はこの自分の教会に入られたくない思いが強いんですよ。でもなんか毎回助かる部分があったら、まあ、そこならそこの門を開けとくじゃないですか。鍵や、ここの鍵は開けてあるから、うん、いつでも入れるよって。でもそれが毎日弁当とかはいらないってなる、うん、自分の食べたいものが食べれない、食べられないじゃないですか。あ、でもそこら辺は僕ちょっと分かんないです、うんうん、ありがとうのものは嬉しいものは毎回嬉しいから、その開けとくようにしてきました。だからなんかこのお腹空いてくようにしてくねってあ、まあおな、その食べれる量もあるじゃないですか。これこの多分もうどうでもいい。すいません、微笑ましいですね、うん、いちゃいちゃごめんなさい、まあ、なので人によるんでしょうか、ね、とは思います、はい。まあ、でそういうことをしていた人がツイッターでね、こんなこと書いたんです。私が、まあ、そのそのおにぎり作ってたりとか、いろいろ気が利くようなことをしてて、その男性が匿名でツイッターしてて、私はそのツイッターなんで分かったかっていうと、まあ、いろいろな経緯で分かったんですけど、私の家でご飯、食べたご飯の写真とかアップしてたら、お前だなってすぐ分かったんですけど、うんうん、その人が、こう書いてます。親切を人を縛る道具にしてしまう人もいるんだなと思った。最近それに縛られてる気がするから、どうのこうのって書いてあった、はぁと思ったときに。僕、どっちかっていうとそっち側。じゃあ、だったら言えよです、うん。ごめんなさい。聞きます。で、その男性は自分の感覚だとタイプ9なんですよ。で、うん、なんていうの、匿名のツイッターで自由だし、何書こうが自由じゃないですか。で全公開にしてるわけ。あ、爪が甘いと。でしかも私の部屋の写真の料理とか壁も見えたが分かるわけ。あ、私の部屋じゃないとか、まる、内容も、あ、私とこれどっか行ってこの日のこと書いてるなって、場所とかも写真も全部分かるわけ。顔出してなくて、ね、日付から全部お前だなって分かって、で、そういうこと書かれた日も、はぁって思うじゃないですか。でも、ちょっと振り返った時に、あ、向こうにとっては圧迫を感じたんだろうな。つまり私が親切とかで、向こうはそこは乗り気じゃなくても、親切にすること縛られてる感じがしたんだろう。ただ私は道具って言葉にイラって、そんなつもりないけど、私はただ役に立ちたかっただけなんですけど。多分僕、そっち側です。なんかこう、やってもらうことに、はい、もういいからって思う。でも、だったらなんか、うん、途中でなんか、うん、言えばいいんじゃん。いや、まあ言いますよ。そうそうそう、でも、うん、その男性は断るってことができなかったタイプみたいな、うん。まあでも断ると相手を傷つけたくない。同じこと言ってる。それはわかります。で、なんかなんだかんだで最終的に嫌なら言えばいいじゃない。それは僕、自分には欠けてるところなんだって。そういうことができないの。はぁーってなって。だからその人も結局自分軸が薄かったんだなと思って。で、SNS 気をつけた方がいい。どんなに匿名でバレないと思ってもバレちゃうから、言いたいことは友達に言えよと。もっとその後にもっとひどいこと書かれてて、私に対して。で、はぁ、もう、耳疑うようなこと書いた。目を疑うと。書いてけども、それを言わせるだけの追い詰め方をした自覚はあるんです。僕は、言うか、心に秘めます。まあ、うん、それが男の礼儀だろう。ちょっと昭和の古い男子は思ったりするんですけど、うんうん、言えないんだったらもう我慢しますよ。
なんかその、まあ、SNS 自由だからさ、自分の世界で自由なんだし、その彼がそういうこと書いても誰も反応してないわけ。友達いるのに。だから、あ、みんな放置してんだなと思ったけれども、こうやってほら、まだ人に意識が向かってるなって気づいたんだけど、その SNS で気づいてる。私の悪いっていうか、まあ、書いてるときムッとしたけど、あ、また相手の世界に空想で行ってしまっていて、ああいうことかしら、こういうことかしら、ふらふらしてるのを、あ、意識がまた人に行ってるわ、っていうのを気づいて、あ、自分に身を向けなきゃ、っていうところですよね。これはね、とても面白い。そう、口は災いのもとですよ。まさしくですよね。誰もがイラッときたら、多分、酒飲みまで悪口言ったり、わーわー言ってると思うんですよ。でその一環で SNS 書いてたと思うんです。気をつけようと思いました。私もこういうこと書いてるかも。面白いな。今日面白いって言い方があれだけど。うん、どうぞ、笑ってください。